こんばんは、まちどりチャンネルです。ご視聴いただきありがとうございます。ですね、真夜中のドライブライブということで、今はですね、東京都の江東区、辰巳ですね、東京湾岸道を走ってます。湾岸道でいいんですよね、これ。ですね、今ね、舞浜、葛西、浦安、まあ、そっちの方面をね、目指してる感じです。あ、湾岸道路ですね。湾岸道じゃなくて湾岸道路ですね。まあ、1時間ぐらいね、ドライブできたらなと思ってます。私事なんですけども、明日ですね、人間ドックで、夜の7時ぐらいですかね、ご飯を食べてから、それ以降水しか飲んでないです。明日はね、胃カメラを飲むんで、夕方のね、しかもね、4時ぐらいしかちょっと予約が取れなかったので、明日もほぼ絶食っていう状態で、ちょっとね、お腹が空いてくると辛いんですけども、頑張ってね、ライブ配信していきたいと思います。今日のね、台としては、まあ、11月の予定ですね。ちょうど11月入りましたけども、もう11月1日ですよね。11月1日、2022年の11月1日、11月ね、どうしようかなっていうんであれこれ考えてたんですけども、まあ、ちょっとね、地方遠征はね、ひとまずしないで、首都圏、関東圏を、歩こうと思ってるんですけども、まあ、関東圏の中でもちょっとね、30日間、30日分、埼玉のね、埼玉県の、いろんな町をね、ちょっと歩いていこうかなっていうんで、少し前からね、ピックアップしてました。なかなかね、まあ、今まで、一度も訪ねたことのない駅をちょっと中心に、ピックアップして、その駅をね、歩いていこうと思ってます。まあ、いろんな路線歩くんですけど、まずは、あれですね、秩父本線の、まあ、秩父駅はね、秩父駅と、あと、なんていう駅でしたっけ、秩父のね、ちょうど観光地の真ん中の便利な駅が、お花畑、なんでしたっけ、多分ね、なんかそういう名前だったと思うんですけども、まあ、秩父はね、行ったことあるんで、まあ、それ以外のところですね、歩いていこうかなと思ってます。そうですね、まあ途中でちょっと実家の方にね、帰らないといけない用事があるかもしれないので、その場合は関西のね、町をちょっと歩こうかなとは思ってるんですけども、今のところ埼玉県をね、歩いていけたらなと思ってます。で、今日は気温14度、寒くなってきましたね。で、この辺りは葛西ですね。右手に、葛西臨海公園の観覧車が見えてたんですけども、もうね、さすがに時間的には
消灯、まあ、電気も消えててね。ただ今ちょうど右手に、舞浜の東京ディズニーランド、東京ディズニーリゾートですかね、あのホテルですよね。東京、なんていうホテルでしたっけ、東京ディズニーホテル、なんか一番有名なホテルですよね、が見えてきました。今日はでもあれですよね、いろんな YouTube とか見てると皆さん渋谷にあの街を撮影する人たちが何人も集まって渋谷の街からライブ配信っていうのが、ね、今日は多分見どころなんだと思うんですけども、私の方は渋谷ではなくて、舞浜の方を走ってます。いや、どんな状態なんですかね。車とかで行くとね、なんかえらい目に遭いそうなんで、まあ行ってないんですけども。右手にホテルがね、このライトアップがすごいですよね。なかなか予約も取れないみたいで、1万6000人超えたんですけど、いやー年内ね2万人ぐらいいくといいなと、まあ、元々はね3万人ぐらいいければなと思ってたんですけど、まあちょっとね今2万人も厳しい感じで、だいたいね月ね今1000人ぐらいチャンネル登録してもらってるようなペースなんで、まあ普通に行くと11月12月で2000人増えて、まあ、1万8000人っていうのが順当な感じなんですけど、なんとかね2万人まで行くといいなと思って、2万人目指してねちょっといろいろね考えてるんですけども、なかなかね、月2000人のペースですからね。そうなんですよ。なんとかねちょっとできないかなと思って、で今ちょうどねいつぐらいからですかね、秋、春ぐらいからですかね、それまではね週7日更新、比較的長い動画をね、週7日更新してたのを、さすがにねちょっと厳しくなってきたんで週5日更新にしてたんですけど、まあ11月はねちょっと頑張って、週7日更新で、30日分あるんで、それをまあ東方埼玉県でね、撮影して、それを見てもらえないかなって感じでやっていこうと思ってるんですけども、いやーなかなかね、そうなんですよね、やっぱりなかなか2万人、1万6000人、あと4000人なんですけども、まあねすごい勢いのあるチャンネルとかだったら本当にすごいね、1日1000人とか1万人とか増えたりするんでしょうけど、まあ、なかなかねそういう勢いのある感じでもないので、
順当に行くと1万8000人って感じですかね。まあでもこれからさらにねちょっと登録者数がね増える角度がね緩やかになってだんだん成長しなくなる可能性ももちろんあるんでね。そうなんですよね。今までやっぱりこう月半分ぐらい、まあ、月20本ぐらい出してるんでそのうちの10本ぐらいを地方都市に当ててて、で、まあ、やっぱり地方都市をね配信すると、まあ、見てもらえる人もやっぱり多いみたいで、まあ、珍しいっていうのもあるかもしれないですし、やっぱり地元のこう動画っていうことで、まあ、それきっかけに見てもらうみたいなのもねあると思うんですけど、まあ、ちょっとね地方都市ね今月は行けなさそうなんで、まあどこを回るかなんですけど、まあちょっと埼玉のまだまだね行ったことのない駅あるんで、まあその駅の中からどの駅がいいかっていうのを調べて、そのまあ調べ方っていうのが大体乗降者数を見てるんですよね。利用者数、乗降者数、まあ乗り降りする人の数ですね。それのねランキングとかが発表されてたりとかするんで、まあ、それを見て、まあやっぱりね人数多い、駅の方が周りの施設もね充実してたりとかするので、まあ歩いてても面白いですし、で多分まあ見応えもあるんじゃないかなっていうんで、ある程度ね乗り降りする人が多い駅を選んでるんですけども、たまに、まあ、よく注意しないといけないのが乗降者数が多いのは乗り換え駅ですね。例えば南武線からこう西東部ですかね、まあ、やっぱりそうやって乗り換えるやっぱり駅はやっぱり利用者数も多いんで乗降者数多いんですけど、本当に乗り換えのためだけで、駅前はねそこそこお店とかあったりするんですけど、駅前をねちょっとでも外れるとね本当に住宅街で、まあ、住宅街でね撮影するのもいいんですけど、こう冬になってきたんでやっぱり早く暗くなるんで、暗くなると街全体が暗いとなかなかね、ね映像的にもやっぱり面白くないというかね、やっぱりそれよりもある程度ねお店とかがあった方が見応えがあるんで、できるだけねこう賑やかなところをね選んで歩いてるんですけど、まあ選択をねちょっと失敗したりすると、ちょっとね動画でやっぱりね視聴回数も伸びなかったりとかするんで、まあ、視聴回数が伸びないとやっぱりこうチャンネル登録者数もやっぱ増えないんで、結構ねやっぱり視聴回数が増えるとそこからやっぱりチャンネル登録してくれる人っていうのが一定の割合いるみたいで、なんでねその辺気にしてるんですけども、やっぱりね視聴回数ね伸びないとあんまりやっぱりいいことないんで、で、まあ、YouTube の視聴回数って多分こうユーザーがまあ反応してくれたりとか、あとやっぱり視聴時間がある程度長いとか、なんかまあそういうのを面白い動画として判断してるんだと思うんですけど、なんでねやっぱり離脱する人が多いとやっぱりそれだけあんまり評価されなくて、で評価されないとこうやっぱり視聴
視聴回数も伸びないみたいな、そういう感じみたいで、まあ、なんでねその辺は結構気をつけてるんですけども、でもやっぱチャンネルの性質とかもあって、あの人が多いと必ずしも見てもらえるわけじゃなくて、その歩いてる人がね、年齢層的に言うとね40代以上の人が半分以上なんで、やっぱりねそういうのもあって、まあ、そういう人たちがやっぱりいいなって思ってもらえるような動画を作っていけるように、ね、なかなか難しいですけど、木更津、木更津じゃないですね、船橋市に入りましたね。もうちょっと行くと左手にララポートで右手にイケアですよね。
でもう少し行ったら東京方面にちょっと折り返して行きたいと思います。これを見てる方は明日も仕事なんでしょうか。まあ仕事は仕事じゃないんですけど、朝ね何時からですかね、人間ドックのね午前中に胃カメラ以外のね検診をして、で夕方胃カメラの方で、そうそう、皆さんね胃カメラバリウムが嫌なんですよね。年齢がある程度一定以上になるとバリウムか胃カメラを選ぶことになるんですけど、ララポート見えてきますよね。そうそう、ここはねバリウムね何年か前に1回やったんですけど、結局あれなんですよね、なんかバリウムってやっぱりなかなかこう消化器系の疾患が分かるかって言われると結構難しいっていうね言われてるみたいなんで、なんかねバリウムのあの液体を飲んで、でしかもゲップできなくってなんかぐるぐる回る機械に乗せられて、でね結局なんか見つかったら多分また胃カメラ飲むみたいな感じになるんでしょうね。それもちょっとね嫌なんで、それでもうずっと胃カメラ飲む感じで、申し込みの時ね胃カメラを希望してるんですけど、この辺でちょっと展開したいと思います。バリウムね、ほんでその後ね、まあ、下剤飲むんですけど、もうだいたい下剤飲んでお腹の調子がやっぱ悪くなったりとかするんでね、もう全然いいことないと思ってるんで、で胃カメラを飲んでます。でまあ会社の健康保険組合のね検査なんですけど、ちょっとね予約をね忘れたりするとね、あんまりいい時間帯じゃなくなるんですよね。一番いいのが午前中にの遅めに、胃カメラ以外を済ませて、で午後ね1時か2時ぐらいのね胃カメラ飲むやつがあるんで、まあ、それがね予約できるとね一番スムーズにね人間ドック終わるんですけど、ちょっとね予約をね遅れてしまって、でもね期限がある程度決まってるんで、それで済ますようにやるんですけど、
やっぱうまくいかなくて、予約がねうまくいかないとね、どうしてもねこういう変な時間帯にね、結構ね辛いんですよね。2回目か3回目ですね。たまにやっぱりね予約ミスるというか忘れてるんですよね。100%を目指して頑張りましょうみたいな感じで、活動してましたけど、まあなんでね会社はね受けろ受けろってすごいプッシュしてくるんでね、もちろん、まあ、それもありますし、やっぱりね年に1回ぐらいはこういうこうね、そろそろちゃんと検査をある程度人間ドック受けとかないと、今のね会社に移ってからは比較的受けてるんですけど、その前の会社はねあまりにも忙しすぎてもう全然受けてなくて、まあなんかね会社なんかね社員とかもねあんまりそういうの気にしてなくて、なんか結構簡単なやつは受けてたんですけど、まあ年齢もあったのか、辞める最後の方にね結構本格的な人間ドックをね受診でいいですかね、受けて結構やりましたよ。大腸検査ですかね、おじさんに触診されるやつですかね。本当は内視鏡とかの方がいいな、内視鏡なのかな、ちょっとねあんま覚えてないんですけど、それも受けて、で胃カメラもやりましたね、その時は。でそう何年、まあ検査自体はね全然したことなかったんですけど、初めて胃カメラ飲んで、でなんかねがんの疑いがありますとかって言われて、食道がんの疑いがありますって言われて、再検査してくださいって言って、でまあ再検査したら何もなかったんですけど、がん組織ではありませんでしたとかっていう、まあ、結果的にはね良かったんですけど、でもね再検査するまでなんか紹介状を書いてもらって、で大学病院行って、で再検査みたいなしたんですけど、まあ、結構ね人間ドックからね時間1ヶ月以上経ってかな、1ヶ月経たずにかな、なんかねまあまあね期間いたんですけど、まあでも結構ドキドキしますよね。その間親にも一応言ったらね、親もえらい心配してましたし、やっぱりねそうそう、それ以来ねちゃんと毎年受けた方がいいんだなっていうんで、受けてます。で年齢的にこうだんだんねメニューが増えていって、で、ね、まあ1回だけバリウムね、今の会社も多分10
回ぐらい受けてると思うんですけど、そのうち1回だけですねバリウム飲んだの。そう、もうバリウムは飲まないってねどっかで決めてたんですけど、結局なんだかんだ言ってバリウムを飲むってことになって、やっぱりねバリウムだはあんまり良くないなって言って、それでもう胃カメラ飲むようにしてるんですけど、いや皆さんもね定期的に受けてくださいね。ね大丈夫大丈夫、まあ検査したらね病気が出るっていうのは大体のパターンなんですけど、まあ、年取るとね尿酸値が高いですとか、あとはなんか肝臓が良くないですとか、糖尿病予備軍ですとかなんかそういうの言われますよね。僕もね何回もね、まあ結構何キロぐらい太りましたね。東京でできてね、20〜30キロ太ったんで、大体そんな感じだとね、もうね指導されるんですよね。ウエスト周りが何センチ以上はもう多分メタボリックシンドロームとかで指導の対象なんですよね。そうそう指導ね、そうなんですよね。何回かやりましたけど、まあ、大体1回看護師さんなのか保健師なのか栄養士さんなのか、栄養士さんですかねと会って、なのか、まあ、週何回ぐらい運動してますとか聞かれて、で、いや運動ねとかって、まあ散歩動画撮影して週1回は歩くんですけど、まあ、週1回ぐらいですかねとか、なんかそんな話をして、じゃあまあ食事をちゃんと制限して食べてくださいみたいな、まあ、そういう話になるんですけど、そうでもね食事量とかもねそんなにね、まあ、でもまあ多分見たらめっちゃ食べてるやろうっていう感じかもしれないんですけど、食べちゃうんですけど、で、そうそうでもね最近ね、オートミール、もうご飯はね週1回日曜日だけって決めて、あとの週6日はオートミール、ご飯の代わりにオートミール食べてます。いや結構いいですよオートミール、やっぱり。あれですよ、何でしたっけ、血中糖度こうバーンって上がらなくなるっていうね、緩やかにこう上がるんで、糖度なんて言うんでしたっけあれ、まあそれがね多分ですけど、まあでも普通にあれですね、体重の増加は止まりましたね。でまあちゃんと測って食べるとかもいいんでしょうね。ここちゃんと測って食べてます。あとはほとんど気にしてないですね。まあちょっとねそんなんで、まあ、明日ね都合が合えば真夜中のドライブライブはちょっとやろうかなとは思ってるんですけど、まあだからしばらく11月は長めの動画を毎日上げるっていうのと、ドライブ動画をドライブライブの動画を
まあ、毎日はちょっと行かないんですけど、まあ、週何回か配信しようと思って、でそうですね、その辺で、まあ、ちょっとチャンネル登録者数が増えていけばいいなっていう感じで考えてます。であとは、埼玉ですね、埼玉中心に、まあ、埼玉が終わったらね、どこを歩くのがいいのかなとは思ってるんですけど、まあ年明け、まあ、11月終わるとね、次12月で、12月はちょっと今んとこね、豊中歩いてくださいっていうコメントと、あと大阪でもね、そこです、阿部のハルカスのすぐ近くにあるちょっとレトロな商店街があるらしくて、そこいいですよっていうのをねコメントいただいたんで、まあ、大阪歩くっていうのもちょっと手かもしれないなとも思ったりもしてます。そうですね、それがだから12月ではなくて多分1月とかに大阪歩くっていうのもありかなっていうのを考えてますね。でまあ2月は青森秋田をねぜひ歩きたいと思ってて、雪の、まあ、なんでそんな大変なところに行くのって多分家族には言われそうですけど、まあ、やっぱりねちょっと雪景色のね街っていうのもそろそろチャレンジしときたいなっていう、まあ、いいこと全然ないんですけどね、あの出来上がったね映像はいいかもしれないですけど、手はかじかみますし、バッテリーはやっぱりね寒いところだと持ちが悪くなるんで、もうね機材は全部ねそういう電池の入った機材で撮影してますんで、一体本当に寒いところ行くとねどれぐらいちゃんと撮影できるのかってやったことないんで、本当にねまあ楽しみでもあり、ちょっとどうなるかなと思ったりもしてるんですけど、あとはね交通網がね普
通に雪降ってる分にはいいんでしょうけど、やっぱりすごく大量にね雪が降り出したりするとね、それはもう本当戻ってこれるかなとかもあるんでね、ちょっとねその辺も考えながらね、歩こうかなと思ってるんですけど、そう、まあ、まずはやっぱり年内ですよね。その11月埼玉で、まあ12月のねどうするかで、去年はねどこ行きましたかね、12月去年12月どこ行きましたかね、長崎か、寒い時期なんでね南の方行ってると思うんですよ、高知とか長崎とかですかね。もうね記憶が曖昧なんですけど、まあ冬の間はねできるだけ南の方に行きたいっていうのがあって、まあ、寒いとこねあんまり好きじゃないんでね、寒いとこ好きじゃないっていうんで、スキーもあんまりしたことがないぐらいなんで、冬の街を撮るっていうのはだいぶ本人的にはこう頑張ってる感じではあるんですけど、走らずに車道を走れば多分いいんでしょうけど、
ぱりちょっとね、自転車もありかなと思っていろいろ試したりもしてみたんですけど、やっぱりどうも自転車でもね、田舎道はねやっぱり走ってる映像とかすごいいいんで、やっぱ街とはちょっと相性が悪くて、自転車ぐらいのスピードだと多分田園風景とか、こう街の中じゃなくて、こう街から街へ移動する間とか、なんか多分ああいう風景には自転車向いてるんでしょうね。なんでまあ、そう、まあいろいろね、撮るものというかね、まあそれぞれにこういい面あるだろうなと思って、今はこうそう考えてますね。歩きながらのライブ配信もね良かったんですけど、意外とね、やっぱ歩くとね、電波の悪いところとか行くとやっぱり映像乱れたりとか飛んだりとかするんで、ちょっと今のところは街を歩くやつは、録画して、まあ、それを配信するっていう感じで、で、まあ、乗り物を乗った時は、まあ、しばらくはちょっと車で、スタイルで見ていただければと思います。ということで、実はですね、東雲のイオンにですね、ちょっと用事を頼まれてて、今からね、東雲のイオンに行って、それで、配信をね終えたいと思います。いただいてるみたいで、そう、ちらっと見た高速道路ですかっていうコメントをいただいてるんですけど、高速道路じゃなくて、もうまあバイパスっていうんですかね、あまり信号がたくさんない、どっからですか、千葉のね幕張あたりから多分神奈川県のどこかまで続いてる湾岸道路っていうバイパスですかね。で、ちょっと隣はね、湾岸道っていう、首都高と読んでいいんですかね、あれは。湾岸道ですね。皆さん、東京近郊とか東京の方だと、羽田に行くときに、多分、湾岸道を利用するんじゃないですかね。あとはアクアライン乗るのにも多分湾岸道を多分通ることが多いんじゃないかなと思うんですけど、湾岸道ね、船橋の辺はねめちゃくちゃ混むんですけど、土日とか、あと部分的に前も走ってるトラックがねやっぱ多かったりするんで、
朝とかもね結構渋滞はするみたいですけど、普段は本当至ってスムーズに走れる道で、ではねこの東雲のイオンの駐車場で配信をね終えたいと思うんですけども、24時間スーパーが開いてるんで便利なんですよね。ではですね、この辺りで配信を終えたいと思います。ご視聴ありがとうございました。たびたびね、ドライブライブ配信すると思いますのでご視聴いただければと思います。あとね、メインでやってる、歩きながらのね街の、撮影した、動画の方もご覧いただければと思います。ではありがとうございました。おやすみなさい。